皆さんこんにちは。こんにちは。月 TV 月パパです。月パパです、本日はですね、先日鳥栖のアウトレットモールのお買い物動画をアップしたんですけども、それの購入品紹介ということで、月パパビームスでトップス一つと、月ママナイキでスニーカー一つと、月が、プチバトーで子供服を買ってきたんで、それぞれご紹介したいと思います。はい、お願いします。お願いします。まあ、まずは月ちゃんの子供服お願いします。はい、月が買ったのはじゃん、プチバトーですね。子供服といえばもう、はい、肌着といえばプチバトーで、もう120年ぐらい続いている肌着の老舗メーカーですね。フェアもあるんですけど、肌着がすごいおすすめです。フランスのブランドですね。はい、です。フレンチっぽいテイストがあふれてます、うん。でもなんかアメリカの UST シャツを、米兵のやつをモチーフにして作ってるらしいです。へー。まず肌着、こちら3枚セットです。はい、スキッパは持ってください。はい、じゃーん、かわいい。かわいい。こちらです。もう触った瞬間素材がいいのが分かりますね。です。なんか本当にあのピタッと赤ちゃんの肌に沿うように作られていて、すごい気持ちがいいですよね。もうもちろん綿100になります。でこれはちょっとレシートなくしちゃったんで値段忘れちゃったんですけど、3000円ちょっと、うん、で定価はだいたいこういう3枚組とか2枚組で売ってあるんですけど、だいたい5000円弱、うん、定価は5000円弱ですね。なのですごいお得に買いました、うんうん、ね、なんかわいい。アウトレットのプチバトー行くと百貨店で見たりもするんですけど、うん、もうなんかバカらしくなるというか、そう、買えないんですよね、定価じゃ。あんまりトレンドが関係ないので、この、うん、肌着とか、うん、全然アウトレットで皆さんお子さんできたり奥さんいる方おすすめです、うん、もうすごいおすすめです。あとはこちら、あ、じゃーん、かわいい。かわいい。これはもう今年らしくもあり、もうザ・プチバトーですね、うん、もう正統派な、ブルーと白のボーダーで、なんか清潔感たっぷりで、あのすごい肌触りもいいです。綿100で、あのワンピースなんですけど、中にですね、ちゃんとおむつカバーのこういうこのロンパースになってますので、これもう1枚で夏は着れるような感じですね。何センチですか、これ。これは74センチ、だいたい12ヶ月ぐらいの子が着れるような感じですね。で、うちの月ちゃんは今10ヶ月、10ヶ月です。10ヶ月で74センチ、うん、ですね。ちょうど多分夏頃っていうか、これ1枚で着る季節の中ちょうどいいかなって感じです。かわいい。かわいい。もう一つ、これいくらか、いくらぐらい。あ、これはだいたい、これも3000円ちょっとで、ただ定価はこれだと7000円とか8000円とかしちゃうような、これはすごいお得だったと思います。ラスト、はい、こちら、じゃん、わかんないですよね、このプチバトーはこうやって箱に入ってるのもちょっといちいち可愛いですよね。こちら、じゃん、フリフリのパンツです。見えるかな、フリルショーツ。はい、でこれ密かにドットになってるんですけど、はい、これもそのままショーツとしても履けるんですけど、これをカバーパンツとして履かせたいなと思って買ったんですよ、うん、これ1500円ぐらいですね。これも74センチ、うん、コットン 100% です、うん、すごい、あの薄地で今から履くのにちょうどいいですね。これ金額的には1500円。あ、1500円。でした。プチバトーはもう子供できてからはほぼ必ずっていうほど、鳥栖のアウトレットにいた時は行って、うん、何枚か必ず買いますね、うん、買う、もう本当にアウトレットで買う方がいいっていうぐらい、ね、シンプルで可愛くて、うん、肌触りも良くて、うん、まあ、大人のものもあるんですけど、なんかお揃いのものとかでも着れるように なってるみたいです。はい、はい、ぜひ行ってみてください、プチバトー。はい、はーい、続いては月ママのご紹介ということで、はい、月ママはナイキに行ったんですよね。はい、ナイキに行きました。僕もナイキ欲しかったんですが、まあちょっとバチッとくるのがなかったんですけど、うん、まあ、月ママはバチッとくるのがありました。はい、はい、こちらですね、じゃん、ナイキのスニーカー早速開けましょう。じゃんじゃじゃん、よいしょ。
すみません、こちらです。じゃーん、エアマックス。エアマックスです。しかも分かるかな、素材がサテンですね。あ、分かりますね、サテンですね。めっちゃ可愛いですよね。もうこれ一目惚れでした。というのも値段が2980円だったんですよね。やばくないですか？そんな安かった？めっちゃ安くて、でなんか調べたら定価1万円ぐらいなんですよね。だからもともとそんな高くないですけど、でも2980円はやばいですよね。しかも大好きなこういうサテン、なんか黒だけどこうやって素材でこういうね、サテンとかを入れるといつもモノトーンなコーディネートに黒で合わせたいんだけど、ちょっとこうやってパンチが効いてるものを足元に、ね、素材で見せるっていう、そう置くとちょっとかっこよくなったりするので、サテンになることによってちょっと上品になりますね。ですね、キャンパス地とかより、ちょっとこう、まあ、大人な感じで履けるかなと思って、あとちょっとデザインが面白いのが、あのこの耳がなくてこのフラットな感じになってるんですよね、ここが、で紐だけなので、なんかいろんな余計なものをそぎ落とされたデザインなのがまた好きなのと、月ママエアマックス大好きで、エアマックスのスニーカー持ってるんですけど、まあ、ことこれがこのちょっと厚みがある感じが、あの見た目的にも好きで、もうドンピシャでした。もう何より安かったっていうのが、いや2500円はちょっと、いや2980円はすごい。これちなみにちょっと僕あの英語が苦手に言われる商品名これです。え、分かるかな、商品名こちらです。エアマックス、多分さ最後にサテンって書いてあります。気になる方ぜひ調べてみてみてください。履いてみます、履いてみましょうか。はい、はい、まあ、今日のテイストにはちょっと違うんですかね、ジーンズは。いや、にはあんまり履きたくないんですよね。なんか前結構前に紹介したあのザラのコットンの白のワンピースとか、そういうちょっと可愛らしいフェミニーな感じに合わせるのがいいかなっていう、ちょっと分かりにくいのでちょっと回くります。あ、なんでこのカジュアルなジーンズに、カジュアルなこのスニーカーっていうより可愛いとか綺麗めな格好にって感じに合わせたい感じです。じゃーん、こんな感じですね。わかるかな、軽いんですか？すごい軽いです、本当足に本当にフィットするような感じで、まあ、今は素足で履いてるのであれなんですけど、まあ、ソックス入れても可愛いし、まあ、これに本当にロング丈の巻き下丈のワンピースとか、あの、まあ、例えばショートパンツにしてもちょっと上をちょっと可愛らしいフェミニンなブラウスにしたりとか、あんまりこういうカジュアル、ドカジュアルはダメで、ちょっと綺麗めな格好か可愛らしい格好に合わせたいなって月ママは思って買いました。まだ今度別のその綺麗めな上を買った時に一緒に合わせてご紹介できたらいいですね。ですね、ご紹介したいと思います。はい、はい、最後は僕が購入してきたやつ紹介したいと思います。じゃん、はい、ビームスで購入してきました。はい、トップスです。何の変哲もないトップスなんですけど、じゃん、黒のロンティーっていうんですかね、素材がポリエステルなんですけど、こんな感じのもう何の変哲もない紺色のトップ、あ、黒のトップスなんですけども、若干シルエットが今の気分っていうかゆったりしてます、今時な感じです、っていうこの少し下はリブになってて少し詰まってます。袖もリブがついてます。これ多分ビームスのファーストラインのタグがついてます。ビームスでオリジナルのアイテムで9800円が 40% オフになってました。なんで税込みで6000円ちょっとぐらいだったと思います。こんな感じで、失礼しました、ナイロン 90% とポリウレタン 10%、 ナイロンなんでちょっとジャージー素材みたいな少しスポーティーテイストです。あの綿じゃないんで結構なんだろう、ツルンとしてて、若干光沢があるようにも見える感じですね、スポーティーっぽいのかちょっときれいめっぽく見えます、若干ちょっと着てみたいと思います。じゃん、
いかがですか。ちなみに僕178センチの70キロなんですけども、 M サイズ買いました。ちょっとゆったりめです、うん、形は、うん、どうですか。うん、いい。まあこの ジーンズに合わせてもいいかなって感じなんですけど、うん、これなんかあの素材が特殊で、素材っていうかあの糸が特殊で、なんか静電気が発生しにくい縫製をしてあるそうです。なんでこういうナイロン系のやつって脱いだりするときとかちょっと静電気発生しやすいと思うんですけど、そういうのが抑えられてるそうです。どうですか、もうほんと 何の変哲もないですけど、こういうのが一番着回しが効くっていうか、春ちょうど1枚とかでこういうのよく買うんですけど、うん、いいかなと思って、うん、あとビームス元ね、これ9800円するんで、やっぱりもちろんいつもユニクロとかもいいやつはいいんですけど、何回も着れます。本当来年も多分着れるってなるし、何回着ても洗ってもやっぱり元値がいいやつはそのシーズンだけじゃなくて何回も着れるんで、まあ、割とこういういつもシンプルなやつを来年でも再来年でも着れるやつを割と選ぶようにしてます。SMLXL あって、この黒と紺と白があったんですけど、白もどうしようかなって悩んだんですけど、とりあえず黒だけ買いました。僕が行った時はまだ在庫どのカラーもどのサイズもいっぱいあったんで、ビームスのオンラインとかお近くのアウトレットとか在庫あるんじゃないかなと思うんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということでいかがでしたでしょうか。はい、アウトレットお買い物ぜひ、いいお買い物がね、うん、できましたね。で、アウトレットの注意点というか、個人的にいつも気をつけてることなんですけども、まあ、皆さんご参考になればと思うんですけども、定価のお店ですね、普通にファッションビルとか路面店で売ってある、まあ、ビームスだったらビームスのウェアが、売れ残ったやつがアウトレットに流れてくるとか、まあ、どのブランドも割とそういうことが多いと思うんですけども、アウトレットが出始めた十数年前、日本にアウトレットが立ち始めた時は割とそれだったんですよ。なんで結構掘り出し物とかあったんですけど、ここもう数年、もうここ10年ぐらいかなぐらいから、それだけじゃ在庫が多分足りずに、アウトレット専用のアイテムを割と作ってるブランドが多いんですよ。もう最初から、なんでアウトレット用に作ってるんで、値段も安い代わりに縫製とかもそんなに良くない、生地もそんなに良くないってやつが結構多いんですよね。なんで、まあ、別にそれが好きなデザインだったり好きな、雰囲気だったら全然いいと思うんですけども、それを、まあ、見分けるの、なんだろう、割と大手のセレクトショップはもうタグがアウトレット用のタグになってるんで、まあ、そこで判断してもらうか、まあ、本当金額ですね、タグで例えばもともと2万円が1万円とかだったら、まあね、もともと2万円のものっていうことなんで、そういう値段で見るのか、何種類かのブランドはタグも全く一緒のとかがあるんで、ただタグ見てもらうともともと安いみたいな、タグの金額がそれから何パーオフとかじゃなくて、もともとタグの値段が安くてオフがついてないやつはアウトレット専用のパターンが多いですね。まあ、なんでそのアイテムが好きだったらいいと思うんですけども、掘り出し物、もともと定価のいいものが安くなってるのを狙うのは、ぜひ金額を見て、オフが 50% オフのシールとかついているやつとか、まあ、この首元のタグ、ビームスだったらビームスって入ってたりを見て買うといいのかなと思います、うん、まあ、全然本当好きなもの見ていいものを買うのが、自分が欲しいと思ったものを買うのが一番だと思うんですけども、まあ、ぜひちょっとでもご参考になればと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。定期的にファッションニュースやファッションコーディネート動画など上げてますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。